はい、青春ひめじけち青葉です。今回はこちらのガンプラを使いながらインビジブル塗装といいますか光学迷彩塗装の方をしていきたいと思います。まあ、カメレオンのように、まあ、背景と同化したような塗装の方を施して果たして、ね、透けているような感じの透明人間のようなイメージの、ね、ガンダムの方が作れるかという動画になるんですけれども、塗装の方を施していきたいと思います。それでは、ね、今回使うキットはこちらですね。でこちらのキットの方は中に入っているキット自体は同じなんですけれども、若干違いがありまして、その違いというのはこの中を見てもらうと分かるんですけれども、このね成型色の方が完全な白の方と若干ねこう黄緑がかっているものとの違いになります。今回インビジブル塗装ということで、なるべくね背景の方に溶け込ませたいということもあって、こちらのね白色のキットの方を使っていこうと思います。それではまずはね組み立てていきましょう。はい、こんな感じで出来上がりました。こちら300円のキットなので、ただね、こう組み上げるだけだったら大体30分ぐらいでできるんじゃないかなと思います。それではね、実際ね、光学迷彩塗装の方を施していきたいと思います。それではね、位置決めの方をしていきたいと思います。この状態でバックの色とね、トレースしていきたいと思うので、この状態がずれないように、ちょっとね、位置の方を確定していこうと思います。まずはね、箱の位置です。箱の位置ももうこの、紙テープを使って こんな感じでバミリのような状態です。バミリをしていきます。はい、こんな感じでバミリの方が終わりました。今回はねこちら100均で買ってきたこちらのねマジックを使いながらちょっと光学迷彩インビジブル塗装の方をしていきたいと思います。はい、といった感じで今回こんな感じでデジタル迷彩塗装といいますかインビジブル塗装ですね、光学迷彩塗装の方を施してみました。今回マジックの方を使用したんですが、マジックがね若干透けてたりするところがまたねこうモザイク感といいますか半透明のような感覚をねまた目の錯覚として演出してくれていて、割とね面白い塗装になったんじゃないかなと思います。なかなかねこういった塗装はね少ないかと思うんですけれども、またこの固定カメラのこのアングルでしかねこのねインビジブル感は出てきません。ちょっとずれてしまうともう全くね別物と言いますか、ただねぐちゃぐちゃに塗ったような感じのプラモデルになってしまうので、その辺はねちょっとこの一点からしかこの楽しめないといったようなプラモデルになってしまうんですけれども、今回ねこういった楽しい企画といいますかね新鮮な企画だったんじゃないかなと思います。それではちょっとね角度の方を変えてみましょう。こちら角度を変えてしまうともうこんな感じなんですね。もう全然こう何が何だかよくわからないんですが、まあ、裏に至ってはねもう全く塗っていません。こういった感じで、ね、真っ白といった感じなんですけども、まあ、こうなってしまうとね何が何だかわからないんですが、これがある一定のポイントですよね。こう高さをずらしてこれね横の方にちょっとずらしていくとこの辺ですかね。この辺がなんとなくね光学迷彩塗装のねポイントの場所になっているんじゃないかなと思います。もうちょっとこっち見て、はい、まあ、こんな感じだと思うんですけれども、まあ、楽しい企画になったと思いますし、まあ、自分がね塗装して約ね2時間近くかけてマジックの方で塗装することによってこういったね塗装の方ができました。またね本格的なモデラーさんなんかはねもっとね気合を入れてこういった塗装してみると本当にね透けて見えるような塗装の方もできるかと思うんで、まあ、自分はちょっとねそこまでの技術はないので今回ねこんな触り程度の動画になってしまったんですが、144分の1のガンダムのキットの方を使って光学迷彩インビジブル塗装の方をしてみました。はい、まだねこちらの方にはたくさんね今回と同じキットの方ありますので、今後もね今回は光学迷彩塗装だったんですけれども、今後ねさまざまな塗装や実験などをねこちらの144分の1のガンダムを使いながら挑戦して実験していきたいと思ってますので、ぜひねチャンネル登録してさまざまな動画の方を楽しんでもらえたらと思います。今回も
ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。